相沢忠宏は昭和時代に活躍した考古学者1926年東京生まれ若い頃から考古学に興味を抱き小学校や間部を卒業後行商をしながら独学で考古学的調査を続けた1948年から1949年にかけて群馬県岩塾遺跡で黒曜石片を発見これは日本列島に旧石器時代の存在を初めて示すものであり日本の人類歴史研究に新たな展望をもたらした その後明治大学と共同で発掘調査を行い岩塾遺跡が旧石器時代のものであることを確認した研究は高く評価され1967年に吉川栄治賞を受賞日本全土で縄文時代以前の石器文化の存在を確認するために多くの遺跡を発見し考古学における重要な貢献をした著書には岩塾の発見赤木山麓の旧石器などがある熱心な考古学者として日本の歴史を探求する情熱を持ち続けた平成元年に逝去した 考古学界に多大な影響を与えた偉大な研究者として今日でも尊敬と称賛されている。